エントレナは、スペインラリオハ州のムニシピオ。ラリオハ州の州都、ログローニョから約12キロメートル離れている。ローマ人が植民し、ラデヘサと呼ばれた。サラゴサブリビエスカ間を通る道路が、定住地を横切っていた。8世紀半ばのアストリアス王アルフォンソ一世は、イスラム教徒の別荘となっていた。 この地を征服した。1830年にバルセロナで出版された地理学辞典によると、エントレナは750年頃にアルフォンソ一世によって作られたという。しかしすでにエントレナはアルフォンソ三世年代記によって知られており、アルフォンソ一世が村の基礎を作るのに手を貸さなかったと理解されている。アルフォンソ一世の遠征はその弟フロイラと共に、 行われた。そして、キリスト教徒たちに、イスラム教徒を探索させて産地へ集め、そこで殺害させた。1044年、エントレナは、ロマンス語の名アンテレナとして、公文書に記された。1076年から、エントレナは、アルフォンソ六世の治めるカスティーリ王国に属した。アラゴン王国とナバラ王国との国境地帯である。 エントレナ一体の軍事要衝としての価値以前に、この王は、植民を行って、要塞を作った。1160年、ナバラ王三朝六世は、エントレナに再植民を行った。ナバラ王がルシア五世妃、エステファニアは、エントレナをナヘラにあるサンタマリアラレアル修道院へ、寄進した。この時の名は、アンテラナであった。1189年、 サンタマリアラレアル修道院の修道士たちは、オートクリュニー修道院委員長の仲裁を受けた、カラオラ市教、修道院官の訴訟後、カラオラ市教座へエントレナの教会を寄進した。カスティーリャオ・エンリケ2世は、エントレナを退職によって、フアン・ラミレスでアレリャノへ授けた。これ以降、エントレナは、ゴメス・マンリケとの問題を抱える、アレリャノ家と結びついた。 サンタクララ修道院1478年、ナバレッテの隣人が、エントレナのアレリャノ家が建てた、防衛設備を破壊した。その報復として、アレリャノ家に属するクラビホトラグニリアの人々が、マンリケケオ気に入りのリバフレチャを破壊した。これらの領主制が廃止されるまでのエントレナは、カメロス領主で、アレリャノ家のアギラアルハクの領地であった。1492年、スペインにおける、 ユダヤ人追放令がカトリック領王をより出された。この時期にエントレナにあったユダヤ人共同体はおよそ50世帯のある浜をなすほど重要であった。1503年、アギラール博、カルロス・ラミレスとその妻フアナがエントレナにサンタクララ修道院を建て、すでに存在していたサンタマリア・デバリベロ修道院へさらに与えた。の修道女たちは、 トルデシリアスからやってきた。修道院は、ブルゴス県のフランチェスコ会に属した。16世紀の文書で立証されているように、エントレナは、聖地サンティアゴでコンポステーラへと向かう巡礼路を通る、巡礼者を世話するための病院と宿泊所を持っていた。ありがとうございます。